18歳の女子学生と飲酒した疑惑で自民党を離党した吉川赳衆議院議員。未だ本人からの説明がない中、地元富士市で吉川氏の秘書が SBS のインタビューに答えました。離党したからといってこうした責任は消えるものではないと。説明責任を果たせないなら、これはもう議員としての進退に直結する問題になると考えます。18歳の女子学生との飲酒疑惑が持たれている吉川赳議員について、岸田総理は昨夜、説明責任をないがしろにすることは絶対にあってはならないと話しました。疑惑が報じられてから明日で1週間。しかし吉川議員は未だ記者会見などを開いていません。昨日までシャッターが閉まり静まり返っていた吉川議員の地元富士市の事務所では、今朝からスタッフらが片付け作業を進めていました。そうすると、こちらの事務所はもう畳まれるっていうご予定ってことなんですか？片付けは進めなければと思っておりますし、その前にやらなきゃならないのが参議院選での迷惑をかけないための。では吉川議員から地元を守るスタッフへの説明はあったのでしょうか？謝罪と記者会見等もこれからの対応を加味した中で向こうで考えているということで、詳細的にはこちらには一切来ておりませんので。謝罪こそあったものの、それ以外の説明はなく、吉川議員を長年支えてきたスタッフの思いは複雑です。あの子は本当に今までも嘘ついたりね、するような子じゃなく、何があったのかっていうそこの部分だけですね。ただやってしまったことに関しては、警察で遺憾でありますってことだけはお伝えしたいと思います。説明責任が果たされない状況に富士市民からは怒りの声が上がります。おバカっちょだよ。よくあれでもって先生になれたよね。そう思わない？すぐ出てきてちょっと釈明した方があの方のためにもいいですよね。